ところがないか、後ろから行ったのが重松。さあボールが縦につながってきました。そして竹江のボール、さあシュートまでいけるか、シュート打ってくる、キーパーまだある。やっとしたロングボール、重松のオーダー、決まってゴール。最後に決めたのはキャプテン竹内。中にボールが入ったところ、足で合わせていきました竹内、今季初ゴール。ただ決めてみましょう、ファーサイドでした。このボールに勝って、そして中にボールに入ったところに詰めていったのが竹内でした。重松が競って、このボールを中に出して、そして竹内。いやいや、いいコンビネーションでした。カバタマーレ、サヌキ最初にゴールネットを揺らしたのがサヌキ。1対0。中央ファーサイドに浅田、上げてくるヘディング、竹内頭を抱えました、キャプテンの竹内。今日はフリーキック、背番号10の15の1枚に預けます。ヘディングで流してシュート、たまたまあるサヌキ2本目のシュート。フリックして少し角度を変えて流したボール、センターバックの2枚のコンビ、ベッセオン、そして竹内のヘディングの、まあ、パスからですね。藤原、ここは簡単にボールを奪われません。北九州、中に送ってディサロがいる、胸でトラップして折り返してどうか、ここは池谷か、まだある。国部、国部がファーストサイドプレーをしています。フェルナンジーノです。激しく大里がプレッシャーに行きます。そしてフェルナンジーノがボールを奪う、チャンスだ、フェルナンジーノ、そして西山倒れるがファウルはなし。中村亮、遠いサイドにペスヨンと浅田がいる、浅田がニアサイド、ヘディングシュート決まった、キャプテンの竹内。後半の31分、ホーム最終ゲーム、キャプテンの竹内のヘディングシュート決まって1対0。さあこのシーンご覧いただきます。中村からのボール、最後八戸の選手も体を寄せていったんですが、高さとそして気持ちが上回りました、竹内のヘディングシュート。さあここでゲームが動きました。